近くでいただきました。人は来て高い棒振られ3日目によみがえりました。今誰でも家に掃除してるなら滅びることなく永遠の命を受けます。あなたは神に対する罪を悔い改め、キリストの救いを受け入れてください。あなたの作り主である神の御言葉です。あなたの生涯は束の間で儚く終わります。